般の男性の方に対して、まあ、ヘアメイクの、まあ、施術、まあ、サービスを行っているのがまず1点と、あとは、まあ、メイクのレッスンですね。メイクの仕方、レッスンとか、あとはそのセミナーですね、はい、を主にやってるっていうような感じになってます。メンズメイクでは、目的は基本的には、まあ、ちょっとこう先ほども最初に言ったようにコンプレックスをカバーする、もしくは、まあ、ちょっと足りないものを、まあ、付け足していらないものを取り去るっていう感じのメイクのゴールになっているかなと思います。今日は簡単に言うと、まあ、身だしなみの延長線上にあるものっていう感じですね。メンズメイクってこうファッションだったり、なんかこう自分をこう、まあ、プロデュースするため の、 このツールとしてなんか使われてきている感じに変わってて、あ、なんか、まあ、すっぴんで、まあ、悩んで生きていくぐらいなんだったら、まあ、ちょっと別にメンズメイクもありなんじゃないっていう女性が結構増えてきている。メンズメイクは本当に例えばこの頬の大きい面とか額とか大きい面だけちょっと化粧量つけてあげれば、割とそれだけで結構なんかトーン綺麗になるんで、それだけで結構全然印象が変わるかな。眉毛とあとはコンシーラーを使うっていうところですかね。なんかファンデーション全体的につけるっていうよりかは、本当にピンポイントで部分的に本当に気になっているところだけダイレクトにまあ、チェンジしていくっていうような感じが多いですね。まあ、大学の時は化粧水とか使ったことがなかったんですけど、自分が肌が荒れ始めてから気にしだして、でも一般の僕の大学生でさえちょっとこう肌の色ムラとか気になって隠して、あ、なんかちょっとこう精神的に落ち着くっていう状態になるのであれば、多分もっともっとそれを思ってる人は世の中にいっぱいいるんじゃないかなと思って、あ、これを仕事にしようっていうふうに思いましたね。はい、顔が明るくなりました、うん、でそんなに時間多分10分15分ぐらいしかやってないのかなんですけど、結構毎日自分の顔見てるんであれですけど、すごい変わったかなっていう感じですね、うん、どうです、変わりました？変わりました？全然変わりました全然